青材とは、清掃として着用するベトナムの民族服である。青材は、ベトナム北部の発音であり、南部では、青やいと発音する。青は、上着の一種を意味する中高音で、材はベトナム語で、長いを意味する形容詞。つまり、長い上着となる。女性用青材の美しさは、世界的に認知されており、ベトナム土産としても人気が高いが、オーダーメイドが、 基本のため購入には手間がかかる。江南国の第八代君主グエンフックコナットは今日の青材の原型を整えた人物とされている。日常着としても用いられた土着の服装と違い、寒服として着られていたことから現在でも清掃とされている。現在の女性用青材の細身でスリットの深いデザインはフランス領インドシナ時代に改良されたものである。 青材を着用する各国首脳現在では青材姿を見かけるのは女性がほとんどで青材は女性のみの民族衣装と思われていることが多いが男性用の青材もあるしかし現代において男性用青材の着用は結婚式での振動や伝統芸能の演者等に限られ男性の青材姿を目にすることは稀である上着はチャイナカラーと呼ばれる前合わせの立襟で 長袖の体に沿った細身の下で、竹は足首にかかるほど長いが、腰骨にかかるくらいの深いスリットが、側面にあるため歩行の邪魔にはならない。下位には、上着と逆に直線的な祭壇の白い長ズボンの組み合わせで仕立てる。高温多湿の気候のため、上着は一重仕立てで、木綿製であることが多く、クワンには薄い絹や人権を用いることも多く。 クワンのみならず上着にも下着が透けるような薄い生地が用いられることが多い。女性用のクワンはかつては日常着の青、未婚女性用の白、既婚女性用の黒であったが現在は様々な色がある。縫製に余分を持たせていないために体型を強調し美しく見せる服である。一度仕立てた青材は太ると着られなくなるためほっそりした体格を保つことが ベトナム女性の風潮となっている。一方男性用は余裕を持たせた縫製で作られており、女性用に比べてゆったりとした感じを受ける。ベトナムの高等学校や一部の大学では純白の青材を女子生徒、女子学生の制服に採用している。また、ベトナム航空では、かつてはピンク、現在は赤の青材を女性客室乗務員の制服に採用している。 青ババを着た女性青材に似て異なるものとして、青ババがある。これは、主に、メコンデルタ地方から、ベトナム南東部で見られる、中年女性の服装である。ババは、数字の3と、非婚女性に対する継承の、バーに由来し、中年女性の着る、3枚の布で作った上着を意味する。形態は青材に似るが、ウエストは絞られておらず。 長い裾を持たず、上下別色であることが多い。一見パジャマに見え、英語ではと言われることもあるが、寝る時まで着るものではない。ベトナムのおばちゃんのファッション事情に迫る。ありがとうございます。